主にラッシュ時間帯の前後に運行される、回送列車。基本的には、車庫から始発駅へ、または、終着駅から、車庫に向けて、営業列車の合間を縫って、運行される。前回は、名鉄犬山線の、名、な回送列車たちを紹介したが、今回取り上げる回送列車もまた、ちょっと変わった列車なのである。名鉄名古屋と中部国際空港を、最速28分で結ぶ、空港特急、ニュース会。中部国際空港行きは、朝6時発から運行されており、早朝の空港アクセスも担っている。また、平日の朝は通勤輸送も担っており、朝の常滑線上りでは、特急停車駅の、常滑、新舞子、朝倉、尾張横須賀、太田川にも停車する。なお、朝倉と尾張横須賀は6両ホームのため、後ろ2両は締め切りとなる。それだけでも十分カオスなのだが、土休日ダイヤには、とんでもない列車が存在するのだ。まず、最初のニュース会は、5時20分に、犬山駅近くの車庫から出発。5時31分に新沼駅を発車し、中部国際空港へ向けて、早朝便のお客さんを乗せて走る。6時30分、中部国際空港駅に到着。乗客を降ろしたニュース会は、名古屋方面に折り返し、再び中部国際空港へ向かうのだが、日中のニュース会は、たっぷり20分の折り返し時間が確保されており、その間に車内清掃、座席の回転を行い、空港からの利用客を招き入れる。しかし、この列車の次の運用は、新宇沼7時45分発のニュース会。片道1時間はかかることを考えると、6時40分には折り返さないと間に合わない。この状況で、彼はどうするのだろうか。場所は変わって、常滑駅。6時37分にやってきたのは、急行岐阜行き。後続のニュース会や特急には追い越されず、金山方面へ先に到着する。急行は1番線に到着し、3分ほどの二度寝をしてから発車する。その時だった。なんだ今のは。ニュース会は走っていないはずなのに、颯爽と通過していったではありませんか。実はこれ、新宇沼駅の回送列車なのである。中部国際空港の場合、深夜、早朝に到着する旅客便はないため、客扱いする必要はない、と判断されたのだろう。その後も回送は常滑線をぶっ飛ばし、カオスターミナルを、7時10分頃に通過する。犬山線に入ると、今度は3分前を、急行犬山経由岐阜行きが走っている。この列車も、終点まで先に到着する列車なのだが、回送はその後ろを走っていると、新宇沼での折り返しが間に合わない。この状況で、彼はどうしたのだろうか。勘の良い方でなくてももう予想はつくと思いますが、7時18分、急行岐阜駅が、西原駅1番線に到着。その直後だった。回送が、ものすごいスピードで走り去っていった。なんとこの回送、ニュース会とほぼ同じ速さで走り抜けるだけでなく、
突発列車である急行を2回も追い抜くのである。これにはとある島国の急行大好きおじさんもびっくりである。ちなみに常滑駅で回送に抜かれた急行岐阜駅だが、金山駅でも本線の特急岐阜駅と高和線の特急名古屋駅にも抜かれてしまうかわいそうな急行である。犬山から平安通りを結ぶ名鉄小牧線、地下鉄上飯田線、この路線ではパターンダイヤが採用されており、始発から終電近くまで15分間隔で運行されている。また朝ラッシュ時は小牧、平安通り間で7分30秒間隔で運行するため、車庫のある犬山駅と小牧駅の間で回送列車が運行される。しかし犬山、小牧間は単線区間である。列車のすれ違いができる駅は、五郎丸信号場、学殿、田形神社前の3カ所。網目のように完成されたダイヤと、限られた交換設備。この中で、回送列車をどのように走らせるのだろうか。まずは6時19分、犬山駅の列車が到着すると、入れ替わるような形で犬山駅を出発する。一つ目の駅は、羽黒駅。信号設備の関係で、自転車並みの速度で通過する。また、かつては交換設備があり、明治村行きのバスが、発着していた駅でもある。次の学殿駅では、反対電車の待ち合わせを行い、次は、羽黒です。田形神社前、安治岡、小牧原の3駅は、足取り軽やかに通過する。ダイヤグラムにまとめるとこんな感じ。営業列車の合間を縫うように単線区間を駆け抜けている。ところで日本の鉄道には1平速に1列車ずつしか入れないのだが、ここだけその原則が守られているような守られていないような。実はこれにもある仕掛けがあるのである。それは途中の安治岡駅に閉塞信号機を設置した。今の運行形態になったのは、上飯田線が開業した2003年。田形神社前、五郎丸信号所の交換設備も、これに合わせて工事が進められたのだが、その前提にあるのが、小牧線を15分間隔で運行すること。全区間を複線化するほどの需要は見込めない。しかし、小牧以南の増発のため、列車を送り込む必要がある。
その、かゆいところに手が届く存在が、この閉塞信号機なのである。将来、小牧線の単線区間で増発されることはあるのだろうか。限られた設備、車両を最大限に活用し、効率よく運用する名鉄電車。東西南北に広がる路線網を下支えする、回送列車。その面白さは、まだまだたくさん隠れているのかもしれない。